Good morning, everybody. おはようございます。シンガー、コンポーザー、そしてレッドアイ推進委員長のいつかです。久しぶりの更新になりますけれども、このゆったりとしたなんか琴みたいな音が聞こえてきましたが、今日のゲストはですね、早速ご紹介してしまいましょう。コラ奏者のママドゥ・ドゥンピアさん。よろしくお願いします。ひょうたんのような感じの、ひょうたんですね。これひょうたんでできてるんだ、はい、うん、ちょっとあの前をちらっと見ても大丈夫ですか。これをこんな感じですね。おお、すごいすごい。何弦これ。22弦ですね。22弦、11で、これってナイロン弦。ナイロンですね。釣り糸ですね。釣り糸で作ってる、うん、はいはいはい、で、これがコラという楽器なんですね。コーラです。コーラ、K-O-R-A。K-O-R-A、コーラ。コーラ。うん、これが、ママドゥさんの出身の、はい、マリ。マリ共和国の楽器です。昔からマリ共和国の、うん、マンディンカ族ですね。マンディンカ族はマリだけではなくて、ルッツはマリですけど、うんうん、今マリだけではなくて、マリもギニアもセネガルも、うん、コートディヴォアールもシエラリオのガンビアもマンディンカ族いますんで、でその西アフリカ周辺だと結構民族楽器といえばこれ。そうです。なんか昔はでもギタリストだったんですね。はいはいはい、まあギターもちょこちょこやってて、でサンタナと共演したことがあるっていうのはギターで。そうですね、ギターですね。ギターで共演、サンタナとギターで共演したって相当。まあまあまあ、ね、それはサリスケーターのバンドという、うん、マリのサリスケーターという、はい、歌手がいて、うん、その人のバンドのギターが出たから、その人のライブの時で、サンタナが、参加しに来てたのということです。でサンタナと共演したのは日本ですか。No, ロサンゼルスですね。ロサンゼルスなんだ。あれ西アフリカと思いきや、はいはいはい、ロサンゼルスです。そうなんです。アメリカのツアーの時です。じゃあワールドツアーを知ってたんですね。はい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 、ギタリストとして。そう、ギタリストからなんでまた民族楽器に。まあ日本に来たら、うん、みんな、うん、アフリカ人といったらなんかアフリカの楽器の本か見たいという。なるほどね、うん、あのそっちの方がいろんな話も来るし。そうなんですね、なんかアイデンティティ、ちょっとアイデンティティが日本だとしっかりしてる、うん、はっきりしてる。じゃあ私が海外に行って三味線をやるとか、そういう感じ。まあ、確かにそっちの方がなんかこう話題になって注目してもらえるかも。で、日本の文化も知ってもらえる感じで。そうマリ共和国の文化も広めていける。すごい。すごいね。私と、そう、ちなみにママドゥさんがどこで出会ったのかってね。よくあのレストランとかでも演奏してるんですよね。そうですね。グインシーバーという。そう。中目黒にあるね。中目黒エチオピアの料理屋さん。うん、まあもう20年ぐらいやってるからな、はい、そっちは、うん、そうそう、中目黒のね、うん、なんか結構知る人ぞ知るなのかもしれないんですけど、うん、すごい音楽好きがたくさん集まる、うん、エチオピア料理屋さん、ね、クイーンシーバ、そうです、ね、ぜひ行ってみてください。で、うん、そこでも結構週に週1回金曜日ですね、うん、毎週金曜日演奏してる、ちょこちょこ、うん、遊んでる。これは、ナイロン弦で釣り糸って言ったんですけど、日本でも買えるんですか、ね、うん、うん、普通の釣り具屋さんに行けば普通に。普通の釣り具屋さんで買ってるの。釣り具屋さんですよ。うん、この楽器のための弦作ってないから、うんうん、まあ、釣り具屋さんに行ったらいろんな太さの糸あるから、はい、うん、それで。大きな竿が1本出てて、で、ね、で2本こう掴むような竿があって、はいはい、うん、これで持つんですね。はいはい、これで持って、そしてこの4つで弾くという感じ。で、ね、左右でこう、うん、ベースだったりメロディーだったり関係してくるんですかね。だいたい左の方がリズムとかベース。左手だけだと、あ、ベースみたいにリズムみたいにという感じ。入るとこんな感じ。お、こ
これギターを練習するのとどっちが大変ですか？いやギターはさ見ててもできるから、うん、なんだろう、うんうん、一番違うところはこれ 見て弾けない。目で見ても指の方が目より速い。うーん、なんだか、そう。だから指と感覚の脳で覚えるね。あ、まあ練習してそこまで行くと、うんうん、それでやりやすくなる。なるほど。見ると、うん、ほら弦一緒に見える。そうね、そうね。いっぱいだし、見ると結構間違えちゃうんですね。あ、逆に間違えちゃう。うん、そうそうそう。へえ。だけど感覚でと指を覚えてるから、うん、それでなんとなくできるようになる。できるようになるんだ。私も弾かせてもらって、こうちょっとそれっぽいベース音を鳴らして、なんかこうメロディで動かすことは可能なんですけど、うん、ギターをちょっと弾ければ。でもそうです、ね、こんなに正確にあのリズムとでメロディも違うことをこう鳴らせていくのはね、うん、ちょっと時間なり大変です。時間かかる。天皇陛下の前でも、はいはいはい、ね、弾いたことあるんですよね。まあ横浜のティッカート、うん、ティッカートの時、アフリカの政府たちと日本の政府たちと天皇のそのオープニングパーティーだったのね。おお、すごい。ディナーの時ですね、はい、でこれソロで、これでソロでずっとやった。そうなんで、ちなみにこれあの今エアーで録音してるのと、うん、しかも LINE もね録音できるんですよね、うん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 、ここにあのアウトプットのジャックができるついてるというか、自分でつけたの、うん、それをつけないと、うんうん、マイクだけだとあまり綺麗な音を取れないのね、うん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 、大きいところだとね、まあ一人だけだったら、うん、あとこういうスタジオの、うんうん、だったらまあ何もなくても大丈夫、まあ、だけど外とか他の楽器と一緒にやるとなるとマイクだけでは、うんうんうん、そんなにクリアな音は取れない、うんうん、それで LINE だと LINE の音をプラス、うん、マイクの音をミキスして、うん、そしたら低音もハイトーンも低音も出せる。LINE は、クリアのハイトーンを LINE でできる。うんうん、ああ、うん、そうね。ピックアップはちなみに？ピックアップはね、これはね、フィッシュマンとかどこのなんだろう。わかんないけど、でもなんかウッドベース用の。あ、ウッドベース用のなんだ。うん、そうそうそう。これってちなみに革は何の革？羊の革。羊の革の、うんうん。これなんかこうパーカッションみたいに叩いてやるギタリストとかいるけれども。うんうん、違う、これね叩かない。これ叩くと。叩くとこういうがねずれちゃう。あ、ずれちゃう。これで弦止めてるから。へえ。叩くと、ほら全部この弦の力で楽器の全部を押さえている、うんうん。意味は弦取れたらもう全部バラバラできる。そうなの。そう。だからノリとか何かは何にもない。この弦の力だけでこれで全部バーンとまとまっているの。じゃあこれって、うん、あのアフリカから持ってきた時はもうバラバラにして、もちろんバラバラしない。あ、バラバラしない。このままです。他の楽器とセッションとかするときって、うん、このチューニングはどうなる？そう、チューニングはさ、この、の問題は、うん、まあ、F メジャー。F メジャー。そう、その中に D マイナーもできるから、うん、その2つしかできないんですよね、この楽器の弱いところ。D マイナーと F メジャーだとジャムることが、うんうん、そう、できる。最近ペグで、ギターのペグでつけてるやつもあるから。あ、今風になってる。そう。それの本だなら、まあなんとか合わせられるけど、でもそれでも急には無理。これナイロンだから、伸びるから。じゃあちょっとここでジャムってみましょう。なんかさっきその D マイナー、F メジャーって言ってたのが、うん、それが…これが結構は D マイナー。これ D マイナー。多分ね、さっきやっていたら A マイナーからの C は合いそうだね、この。うん、うん。そうだね、せっかくだからこう、うん、なんかメロディーも乗せよう。うん、で、
あれだよね、ママトゥーは日本語ペラペラだし、マリ共和国の公用語がフランス語なんですね、うん、フランス語ですね。フランス語でしかもでも、トラディショナルな母国語が、うん、もちろんバンバラ、うん、バンバラ語、バンバラ語ってどういう感じですか、ね、バンバラ語はバンバラ族、うん、バンバラ族の言葉、うん、の言葉、うん、どのぐらい歴史が、あるんだろう。いやー、うん、歴史はまあ国と同じですよね。あ、国と同じ。一番多い民族ですから、一番ポピュラーな言葉ですね、バンバラ語。大体までの人だったら、うん、バンバラ語わかる。で今の人たちはフランス語を主に使ってる、うん、あ、みんなフランス語とバンバラ語、バンバラ語を使ってる、うん、バンバラ語はお母さんからの言葉、うん、だからフランス語は学校で習う。なるほどね、うん、バンバラ語をじゃあちょっと習ってみましょう、うん、おはよう、イニソコマ、イニソコマ、うん、イニソコマ、イニソコマ、結構カタカナで発音できる、うん、イニソコマ、イがあなた、あなた、ソコマが朝、I love you とか、 I love you は、うん、ンビフェ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 、イはないんだ、あなたはない。うん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 。べ。べ。い。せ。うん。べいすべ。あ、そうそう。いがそこに入ってるんだ。そうそうそう。いがこっち。うん。せが。ラブ。ラブ。うんが私。べ、べが。いず。べがいずだ。英語だと、いず。じゃあ、みいずゆうラブみたいな。そう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 。べいせ。べいせ、みんなちょっと覚えて。オクセリア。オグゼリアリ、ベガオグゼリアリ、うん、ちょっと、うん、バンバラ族とかバンバラ語喋れる人に会ったら行ってみたい。そうそう、インビフェって、びっくりされるよね。インビフェって言ったらみんなインビフェびっくりするよ。さっき習ったのが毎日なんかサンキュー、ありがとう、気持ちを伝えるのが、うん、なんだっけ、ドンゴドイニチェ、ドンゴドンイニチェ、ドンゴドが毎日、ドンゴド毎日、うん、イニチェが、ありがとう、ドンゴードンイニチェ、あ、うん、ちょっと私したらドンゴードンイニビフェイニチェだと、ドンゴードンビフェ、言えない、あまり言わない毎日ドンゴードンビフェ、うん、毎日アイラブユーはない、うん、ないですね、そんな熱い方たちじゃないの、いや、じゃなくてドンゴードンビフェ、うん、向こうはね、あまりそういうの言わないのかな、 うん、あんまり表現しない、うん、昭和のとかなんかこう九州男児みたいな日本、うん、気持ちはあるけど言わない、そうそう、似てるかも、そうなんですね、わかる、別に言わなくても感じるものだからね、愛は、だから、うん、愛は感じるんですよ。じゃそれに対してありがとうは、ありがとうも、うん、あんまりすごい近い人たちの中にはあまりありがとう言わない、当たり前っていうなってるから、だからお母さんがとかお父さんが何をしてくれた、ありがとうありがとう、日本みたいにありがとうありがとうは向こうはない、もう、うん、毎日伝わってるし、そう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 、当たり前でね、いてありがたいっていうの、うんうん、当たり前当たり前、素晴らしいカルチャー、うん、言わない言わない、あまりありがとうってあまり言わないだけど、うん、感謝してないわけだよな、本当に感謝してるよ、うん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 、言わないだけ、へー、うん、じゃあそういうこう、うん、バンバラ語のラブソングとかこう家族に向けた曲とかって、うん、その感謝を表す曲は、うん、ありますありますけど、みんな日本みたいになんかお父さんとかお母さんとかどんな子のどんな子、もうみんな照れる、あまりわざわざ作る、うん、そうそうそう、ものではない、言わない言わない、じゃあそのバンバラ語の曲だと何のテーマが一番多い、うん、いや、いっぱいある、うん、いろんなどのテーマもあるよ、愛のテーマもあるよ、もちろん今の、うん、今のメロディーはベーシックは愛の曲、愛の曲なの、うん、ベーシックですよね、あと世界平和とか、うん、平和もあるし、うんうん、社会のいろ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 なテーマが、バンバラ語のブルースとかもある、うん、その労働者が、はい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 、その昔作ったような、いっぱいやる、そういうの、ほら向こうはもともと農業文化だから、うんうん、農業たちの応援するための
いろんな太鼓とかいろんな結構ありますよ、うんうん、じゃあなんかちょっと歌詞をね毎日そっかじゃあ毎日ありがとうはあんまり言わないってことか、毎日、まあ、全く言わないわけないよ、うんうんうん、全く言わないわけないよ、まあ、ちょっとあえてねじゃあありがとうやってみるから、うん、毎日ありがとう、うん、だから日本と違うところはね、うん、ほら今会ったでしょ、うん、元気って言うでしょ、うん、また会うと元気っていうの、また会うと元気って聞けるの、それが向こうの、日本ではあまりない、日本では2回言ったら、うん、さっき言ったでしょっていう言ってくるね、日本人は。で1日に何回やっても何度も会っても、あ元気ですかっていう聞くの。そう、じゃあ How are you? 元気ですかは何て言うんですか。そうそう、だからイカケネ、イカケネ、うん、イカケネ、うん、なんかちょっと大阪弁みたいな、うん、イカケネ、イカケネ、うん、元気ですかっていう意味。へえ、うん、イカケネンインビフェ、そうそう、イカケネンインビフェイニチエ、うん、なんかいろいろ覚えちゃう、うん、で友達とかはインテリ、インテリ、うん、エンテリ、私の友達だから向こうはね、うん、私がうんってなるんでしょうね、うんで、うん、いい、インテリ、インテリ、うん、それは私の友達、うんてり、うん、うん、だからうんがなかったら、うんうん、普通に友達だけてり、うん、てり、てり、てり、そう、うん、てり、私のじゃなくててりだけ。じゃみんな友達さはみんな友達、あん、うん、あんがみんな、みんななんだ、あんてり、あんてり、うん、友達が、私たちの友達があんてり、そうで、I love you がインビフェ、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 うん、ビフェ、うん、で、イカケネン、How are you? How are you? イカケネン、そう、なんかこれで、うん、メロディーに乗せられるかな、さっきの、うん、いいね、ね、いいメッセージですね。つかモーニング TV、 今回はコーラ奏者のコーラね、コーラ奏者のママドゥをお招きしました。ありがとうございます、忙しい中ありがとう、ね、ありがとう、うん、今後ね、ママドゥがライブとか告知何かあれば、5月の11日と5月11日、千葉のオアシス、そうそうそう、ワールドミュージックフェスティバル、そう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 、でいろんなこうブラジル音楽だったり、そうそうそう、ね、いろんな人がいる、いろんな人が出るってこと、うん、でそれの夕方のコンサートに出ますよ、ね、そうですね、はい、5月11日ですね、18日も明治大学、お明治大学です、そう、で18日は都内の人は行きやすい、ね、そうですね、明治大学、大学、うんうん、レクチャーコンサートという、バンジョーやってる日本人と一緒にやってやるの、へえ、うん、どっちも弦楽器で、そう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 、うん、弦楽器、
うん、面白い。パーカッションとかはいない。ないないない。へえ。あまりあまりあまりパーカッション系じゃないよ、ね。あとレギュラーでやってるところが、クイーンシーバー中目黒にあるエチオピアレストラン、はい。中目黒のエチオピア。エチオピア。クイーンシーバー、うん、と最近またなんかレギュラーが増えて。そうですね。うん、サブローソという。サブローソ。そう、中華街にできたばかり。うんうんうん、まだ日にちはまだ決まってないけど、まあ、結構土曜日やってるです、ね、うん、土曜日にね。じゃあ、うん、それは全部今までの Facebook で、そうですね、 Facebook のアドレス見てください、うんうん、ぜひぜひ。他大丈夫かな、うんうん、そうだね。なんかこのレッスン受けたい方とかも、あ、ぜひぜひ、ね、Facebook で直接もその、ね、うん、コンタクトして、うん、でそれでなんか興味がある人は本当にクイーンシーバーとかに来て、うん、あのママドゥ弾いてるところちょっとだけこう近くで見たりとかすると面白いんじゃないかなと思います。今日はありがとうございました。ありがとう。Thank you very much。 じゃあ、いつかモーニング TV またランダムに更新しますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとう。いつかとママドゥでした。バイバーイ。 Sunshine through the window、 いつかモーニング TV。